こんにちは、粟田洋介です。ちょっと数日にわたってこのペンキとアクリル絵の具でミクストメディアの絵を描きました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ミクストメディアとはいくつかの画材もしくはいくつかの手法をミックスさせて制作した作品のことです。ただこのペンキはアクリル樹脂を混ぜた塗料ですね。アクリル絵の具も同じようにアクリル樹脂が混ざった塗料なので、この二つは別のものと言っていいのかわからないんですけど、使い勝手がすごく違うので、まあミクストメディアって言ってもいいんじゃないかと思ったので、勝手にミクストメディアと呼ぶことにします。で、前回の動画でペンキを使ってこういう抽象的な絵を描きました。それでその前回絵を描いた時にこのペンキの特性っていうのがちょっと面白くて、絵の描き勝手っていうのがねすごく面白かったので、今回は抽象画ではなくモチーフのある具象画を描いてみました。まずは A4 のイラストレーションボードを半分に切って、そしてさらにまた半分に切りました。そしてこの定着剤のジェッソというものをイラストレーションボードに塗りました。ジェッソは絵の具の定着や発色を良くするために使う画材です。ただ今回ジェッソを塗らなくても定着も発色も良くなると思うんですけど、一応塗りました。ちょっとセミの声が聞こえるかもしれませんが、今日も夏日和で、まあちょっと昨日や一昨日よりも涼しくなりましたが、今31度ぐらいで、まだまだ今日は気温が上がっていくと思います。うちの猫たちもこんな感じで暑そうなんだか涼しそうなんだかよくわかりませんが寝ています。なので私も涼しそうな顔をキープしようと思います。できるかな？こうしてジェッソを塗ったイラストレーションボードを外に干しておいたら、この日差しですぐに乾きました。パレットナイフを使うとなんかデコボコができたり面白いテクスチャーが作れます。これも外に出しておけばすぐに乾いちゃいますね。乾かしている間に別の色で別のイラストレーションボードに色を塗っていきます。もう一枚のイラストレーションボードにも色を塗っていきます。バックグラウンドを作るのは抽象画を描いているようで楽しいです。この2枚も外で乾かします。1枚目のイラストレーションボード、もう少し色が濃かったらと思いまして、乾いた上から重ね塗りをしました。では下準備も終わり、いよいよペンキを垂らしていきます。まあペンキを垂らすのもモチーフを描くための下準備の一つなんですが、いつものアクリル絵の具とはちょっと違います。というかかなり違う感じの仕上がりになります。ペンキを塗る前にこのグリーン系の色ちょっと足して雰囲気を変えました。第1回目のペンキはこの赤いペンキよーく振って、まずはこの紫色のイラストレーションボードからペンキを塗っていきます。前回はこの割り箸を使ってペンキで絵を描いたんですが、今回はこのスプーンも使ってペンキで絵を描きました。スプーンは絵の具をたくさんすくうことができるし、こういう風に溜まるのでコントロールもしやすいです。とはいえ絵の具を落としているだけなので筆で描くような正確さは全くありません。そこがまた面白いんですけどね。
今度は黒いペンキですね。これはこの間ペンキで絵を描いてて偶然発見した水玉の面白い描き方ですね。今回もやってみました。なかなか面白い抽象画のバックグラウンドができています。でももっと面白いのはモチーフを描くところからです。でもあと2枚バックグラウンドを描かなきゃないんですが、結構面白い抽象的なバックグラウンドになったので、ちょっと手短にご覧ください。で、今回はこういう先の尖った竹ひごも使ってみました。実はここでなんかモチーフを描こうと思ったんですが、すごくやりづらいのでやめました。そんで代わりにまた別の抽象的なバックグラウンドを描くことにしました。やりづらい方法に挑戦して、そのやりづらいやり方で何かを仕上げる、そういうのもありだと思うし、素晴らしいことだと思います。例えばスプーンとペンキでこんな風に描いたのか、それは難しかっただろう、すごいなみたいな、それはそれで素晴らしいと思うんですが、私にはそういう価値観がないので、例えばモチーフを描くんだったらアクリル絵の具と筆で描いた方が簡単に描けてしまうんだから、わざわざこんなスプーンで描く必要はないんですよね。1枚の絵を描くんでも、例えば今回は抽象的なバックグラウンドを作って、そこにモチーフを描く、まあ私がよくやってる方法なんですけど、そのバックグラウンドを作るための方法、手法、やり方ですね。それからモチーフを描く方法、あんまり私はテクニックってことを意識してないんですけど、1枚の絵の中でも無意識のうちにいろいろな手法とかを使ってるんじゃないかと思うんですが、その時その時自分が一番やりやすい方法で一つ一つの表現をしていく、その方がすごく合理的で、余計なことに頭を使わないので、例えば新しいアイデアとかに頭を使うことができるので、私はわざわざ面倒くさいことはしたくないなと思っています。ただ人によっていろんな価値観があると思うので、やりづらい方法で書きづらいものを書く、そういった挑戦をするっていうことも素晴らしいと思います。ペンキをこういう風に垂らしている時に、なんとなく自分が思ったところにペンキが落ちていってくれて、落ち加減っていうのはなんとなくわかるんだけど、きっちりどうなるかわからない、どういう風になるかわからないけど、どういう風になったっていうのを見ながら次のペンキを落として、その流れの全体で形とかバランスを作っていってるわけです。改めて見るとなんだかケチャップとマスタードみたいですね。まあそんなことはどうでもいいんですが、次はモチーフを描いていきます。こうやってペンキを厚塗りするとものすごく乾くのに時間がかかるんですよね。なので翌日にモチーフを描くことになりました。1枚目はバックグラウンドを描きながら何を描こうか決めていました。最初はモチーフをアクリル絵の具で筆を使って描こうと思っていたんですが、
バックグラウンド自体がデコボコしてますよね。なので盛り上がりをつけるためにペンキで厚塗りをしたモチーフを描くことを計画していました。これが完成した作品です。しっかり乾いてるんですけど、ここの部分に亀裂が入ったり、あとこの目の部分ですね、かなりペンキをこういう風に盛り上げたので、ジュワーってね、形が変わってこんな感じでちょっと歪んでいます。でもなんかそれがいいなぁなんて思っています。さっきも言ったんですが、やっぱりこのモチーフもバックグラウンドと同じようにこういう風に盛り上げて描きたかったので、ペンキをこうやって持ってこういう風に乗せました。なんかこの辺の形とかすごく不器用に出来上がってるんですけど、またそれがいい感じだなって自分で気に入っています。それでは残りの2枚はこれを描いた翌日に描き始めているので、続きをぜひご覧ください。今回はペンキとアクリル絵の具を混ぜて色を作りました。ペンキのドロッとした感じがそのまま生きているので、盛り上げて描くことも可能です。実は人魚を描こうと思ったんですがやめました。この毛並みのような質感が面白く、なんか描いてるんですけど、何を描くかはこの段階では決めていませんでした。さて、ペンキを乾かしている間にもう一枚の方の絵を描くことにしました。こっちの絵のモチーフはアクリル絵の具で描くことにしました。あれだけ厚塗りするとペンキはなかなか乾かないんですが、表面は少し乾いていて、上から別の色を塗ることができます。ただ完璧には乾いてないので、ペンキが乾燥していく段階でさっきみたいにひび割れしたり、そういった面白い結果になっていくことも楽しみです。さっきこれを描いている時に、ここに耳をつけて牛みたいにしようと思いました。なんだけどこれは牛ともちょっと違うみたいですね。大量のペンキでイラストレーションボードがちょっと歪んできて、真ん中が盛り上がってるんですが、その盛り上がりで目の部分のペンキが垂れて大変なことになっています。ペンキと違ってアクリル絵の具で薄く描いた方はもうとっくに乾いています。髪の毛だけはペンキで描きたいと思っていました。メガネに盛り上がりをつけて完成です。この絵はこんな感じになりました。
この髪の毛の部分とかをもっとペンキでビョーンってね、この黄色とかの部分みたいな感じでこういう風にできたらなって思ったんですけど、こういう髪の毛みたいな糸状のものをこの髪の毛の流れこういう感じにうまくやるのが無理だと思ったので違うやり方にしました。でもまあこれはこれで良かったかなと思います。では最後はあの変な生き物、あの絵を完成させていきます。まあこちらは完成して今は完璧に乾燥しています。ちょっとこのイラストレーションボードが歪んでるのがわかると思うんですけど、あれを描いてた時はこんな感じで、こっちはこんな感じで、こっちはこんな感じに、こういう風にこんな感じになってたので、この目の部分がどん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 横に流れていっちゃって、こんな感じに歪んできたので最初はどうしようかなと思ったんですけど、これはまた面白いなと思って、さらに時間が経ったらこの目の部分がすごいことになって、これはこれですごく面白いハッピーアクシデントだったんじゃないかと思います。ハッピーアクシデントっていうのはまあハッピーなアクシデント、偶然いい結果になっちゃうって感じのことですね。でこの口の部分もここに大きな亀裂が入って、でここ口開けたみたいになってすごく面白くなっています。この口の部分ちょっと手を加えてみようと思います。もうペンキは使わないでアクリル絵の具でここを手直しします。この部分ですねで口の部分、黒い部分の亀裂をアクリル絵の具で手直ししてみました。偶然形が崩れたりとかして、それがたまたま面白くなることはあるんですが、それを利用してまた自分で手を加えてみたいな感じも楽しいのかなと思います。使う画材とか絵を描く手法とかそういったことによっても変わると思うんですが、今回のペンキをたっぷり乗せて描くとか、あとはペンキを飛ばしたり垂らしたりとかで狙って描いてはいるものの確実に狙い通りにならない、その偶然性を楽しめるという意味では、今回の手法はいつもと違う感じで、これはこれで面白かったです。この偶然も計算に入れて作品作りをしている方もいらっしゃると思います。すごく面白いし素晴らしいことだと思います。私が学生の時にあるプロのイラストレーターの方がプレゼンテーションをしてたんですけど、その時にその方はハッピーアクシデントなんてものは信じられない、その方が描くものは狙って描いている、ハッピーアクシデントなんて自分には起きないんだとおっしゃっていたんですね。それはそれでその方の考えだし素晴らしいと思うんですが、そのハッピーアクシデントを受け入れることもいいことだと思うし、最後に作品を仕上げる段階でその作品の良し悪しを判断して、そしてどんな形で完成したっていうことを決断するのも自分自身なわけですから、私はハッピーアクシデントを信じます。そんなに自分に厳しくする必要はないんじゃないかなってことですね。でも自分に厳しくすることが自分に合ってるんだったら、さっき言ったイラストレーターの方みたいにハッピーアクシデントなんか信じない、自分は全部狙って書くんだって思ったって、それはそれで素晴らしいと思います。要するに私は怠け者なんです。人生楽しみたいですからね、絵を描くことも楽しみたいです。なんかどんどん話が逸れていってしまったので、今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。